せーの、はい、ということで久しぶりのリモートですね。あ、そうですね。はい、来ましたね。来ましたね。伊豆さん何やってたんですか。後ろでこう作業してたっぽい画面がチラチラ見えてますけど。いや、もう本当にずっと、はい、ずっとやっぱこもってるんですか。ずっとこもってるね。もう終わりが見えないね。終わりで、しかもなんかこう照明の下にキーとかありました。あ、そうか。今ね、これ多分ね、ケンタが見えてる画面と、うん、あー、ちょっと違うんだ。ちょっと違うから。あー、出てるか。こっちはちょっと、いや、いつもどれいい感じの、うん、はいはい、見て編集してもらったやつ、うん、もっとカメラの位置こっちにした方がいいかなっていつもこう研究してるから。あー、なるほどね。でも意外と俺が見てる画面いい気がするよ。あ、そっちの方がいい。後編そっちにしようかな。うん、なんか、うん、こっちの方が、うん、なんだろうな、すごい洒落てるね。洒落てる。ちょっと待って、うん、ちょっと、うん、これ。ですね、あのカーテン閉めた方がいいかもしれないね。あ、でカーテン閉めた方がいい。そう。こんな感じ。あ、いいよいいよ。あ、でこっちも、うん、あ、こっちとこっち同じ感じだから。おお、洒落てる、そっちの方が。じゃあ今日こっちで、ちょっと大丈夫。なんか変なもんない。なんで、大丈夫。オッケー。大丈夫だと思います。はい。はい、ということで今日はですね、久しぶりのリモートドラということで、はいはい。みんなから質問をもらってます。ありがとうございます。はい。で、まあ、こういうのも割と久しぶりだなっていうのもあって、はいはいはい、みんなが僕とユージに質問するタイミングっていうのもなかなかなかったなっていうので、なるほど、はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、で結構、ね、たくさん来てるので、まず軽めのやつから、行ってこうかな。はい、まあインスタでもらったんで、まあインスタネーム読んでくんですけど、はい、なんのさんからもらってます。はいはい、今のマイブームなんですかと。で、コロナの収束したら仕事やライブ以外で、何がやりたい、はいはい、まあ、普通にプライベートでね。プライベートで。何をやってみたいですかっていうのを聞いてきてます。なるほど。どうですか？はい。マイブーム。マイブーム？どうだろう？もう、マイブームっていうと僕、仕事とかライブとかそういう音楽以外でって言ったら完全にゴルフですけどね、僕、今は。あ、そうか。行ってる？健康。結構ね、まあ、久しぶりにこの前行ったりして。はいはい。まあでも、ちょくちょく定期的には行ってて、割と、うんうん。で、ゴルフってさ、打ちっぱなし？はいはいはい。自体は結構ね、ちっちゃいところ合わせると、やっぱいろいろあって、近場にも。はいはい、はい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 。で、そういうので本当に、30分ぐらいちょろっと行って、打ちっぱなしに練習して、みたいな。はいはいはい。いい気分転換にもなるんで、めちゃくちゃ今ハマってるかも。マジで？うん。いいよ、楽しいんだ。楽しいね。多分ね、サーフィンも同じだと思う。コロナ関係ないんだよね。コロナ関係ないね。なるほど。そもそも外だしね。で、人に会わないんだよね。あー、なるほど。基本的に。そう。へー、いいね。うん、ラウンドする人だから、本当に2人から4人までのさ、要は顔見知りの、うんうん、知ってる人とカートに乗るぐらいで、はい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 、それ以外ほぼ人と会わないから、やっぱり。あー、今特に。うん、なるほどなるほど。そうそう、いいですね。サーフィンやってないですか最近？全然。いや、もう俺は家から出てないから。うわいや、それはね、ユージ行った方がいいよ。いや、だから、うん、ね、本当はそうなんだけどね。うん、分かるんだけどね。うん、こうなってる時さ、はい、他のことをやった方がこっちも効率よくいくのは分かってんだけど、うん、こうなっちゃうんだよね、うん、そう、だからどうだろう、うん、俺のマイブームは、うん、YouTube かな。お、 YouTube やっと。そう、だから本当にね、やっぱなんだろう、ちょくちょく合間、はいはいはい、だから5分休憩とかそういう時に、うん、なんか YouTube を見るようになって、うん、はい、そう、それから何見てるんですか最近。いろいろ本当に
あの中田さん、あ、はいはいはい、俺がじゃんちゃんの YouTube 大学とか、はい、面白いですよね、あれも、あれ面白いし、うん、あと最近すごい面白かったのが、うん、分かってる、あのだいぶ遅れてるのは分かってるんだけど、うん、はい、ニジプロジェクトいや、あれもすごい面白いですけどね、あれは本当に面白いね、うん、面白いで、すごいなと思う、休憩中に見るじゃん、うん、だからさ、あんな10代の女の子たちがさ、本当にみんなストイックで、うん、すごい努力してんの、うん、そういうのをこう休憩中に見ると、はい、35歳の男も頑張んないとなっていう、うん、いやでもあれなんか、うん、そうなんだろうね、だ俺らの時代だとさ、要はアサヤンとか、そうだね、アサヤンだね、はい、なって、うん、あの今のね、この若い世代わかんないかもしれないですけど、はいはい、なんか俺アサヤンとかってあんま好きじゃなかったの正直、あ、そうなんだ、そう、なんかさ、要は同世代ぐらいのさ、うん、人たちがめちゃくちゃ頑張ってるだけの、要は言っちゃえば、いや確かに確かに、映像じゃん、当時はね、同じぐらいの年齢だったからね、うん、そう、だからなんかさ、やっぱこうちょっとイラッとするっていうかさ、はいはいはい、なんか悔しいみたいなさ、はいはいはい、変な対抗心みたいな、なるほどなるほど、あったかも、あったかも、 うん、そういうの含めてなんか見れなかったのよ俺、はいはいはい、でもやっぱもうこの年になるとさ、虹プロジェクト見ると、うん、頑張れっていう気持ちになるよねいや、本当にね、純粋にすごいなっていうのもあるし、いや、本当にすごいよ、うん、なんか尊敬するね、見てて、うん、俺らのさ、15、6歳の時なんかさ、うん、もう、ね、何やってたんだろう、いや、もう世界の狭いこと、狭いこと、うん、俺なんかもう、どこの目しか知らないぐらいの、うん、いや、みんなそうだと思うけどね、ほとんどの人は、それがもう海外に出て、そこでやりたいことのトレーニングしてって、いや、すごいなっていうのは いつも思うね、うん、だやっぱ J.Y. パークさんめちゃくちゃ好きになるよね、わかる、めちゃくちゃ俺もだってちょっと U.G. パークになりたいもん、いや、ほんとこっち来てくださいっつってマジでいや、おもろいなそれはだから浜川さん、ね、YouTube っすね、あ、そうなんだね、うん、あれ YouTube だったら本編全部流れる、いや、あのね、ちょっとカットされてるらしいの、そのフルじゃん、うん、音は、そうだね、フルで流れるのはね、そう、そう、だから短くはなってるらしいよ、でもフル、あの、契約しないから見れないんだよね、うん、でもこのために契約してもいいなってちょっと思ってるぐらい、いや、契約してもいいと思うよ、フールぐらいでね、ねえ、ね、俺Amazon プライムだからさ、はいはい、いや、まあでもアマプラとフール入ってたら大体、まあいけるんじゃないですか、大丈夫ですか、うん、さすが、あ、なるほど、 YouTube ね、 YouTube ですね、はい、いいんじゃないですか、じゃあ南野さんの質問でした、はい、次行こうかな、はい。